皆さんこんにちは。こんにちは。つばきラボです。つばきラボです。今日は2人ですね。そうだね。確かにちょっと寂しいような気もするけれども今日はですね、はい、僕がまあちょっと旋盤を使って、はい、とあるものを作ってみたので、はい、それを紹介したいなと思ってます。はい、はいはい、こんなものを作ってみました。はい、はいはい、こちらです。これ何に見えますか、あんちゃん。椎茸。椎茸ね。椎茸。確かによく似てるよね。まあ、だんだん涼しくなってきましたしね。秋の秋っぽい。ね、秋の楽しみといえば一つ食欲の秋っていうのもありますけれども、はいね、だから椎茸食べたくて椎茸作ったんじゃないんですよ。あ、違うんですか。違いますよ。あら、じゃあ 何ですかこれは。これ、はい、まあ、キノコは間違いなくキノコなんですけれども、はいはいはい、こちら今回ダーニングマッシュルームというものを作ってみました。ダーニングマッシュルーム、はい、ダーニングってね、なんか作ろうっていうよう なんか意味合いがあるらしいんだけど、で、まあ、マッシュルームは、まあ、名前の通りキノコみたいなところがあるじゃん、はいはいはい、ダーニングマッシュルームどうやって使うものかっていうことなんですけれども、うん、はいはい、まあ、ちょっと簡単に説明ということで靴下を用意してきたんですけれども、はいはい、でこれをまあこういうふうにソックスの穴に入れて、まあ、例えばかかとだったらかかとのところをこういう感じでちょっと広げてやるんですよね。あ、はいはいはい、でまあゴムなんかで縛って、でこのまあ仮に穴が開いてるとしましょう。ここに穴が開いてたらここをこう針で縫いながら、ワンポイントアクセントとして直していくっていうような道具ですね。はい、まあこっちあえてこの後ろはまあこういう感じで細くしてみたんですけど、こういう二股だったりとか5本指のソックスとかね、こういう時はまあこの指の先、親指なんかも結構穴開くからね、こういう感じでちょっと広げてあげて、でこうやって直していくと、まあそういった道具になりますね。そんな感じで今回はこのダーニングマッシュルームに挑戦してみましたので、ぜひ動画をご覧になってください。それではどうぞどうぞ。じゃあいきます。はい、まっすぐタッチ久保はちょっとまっすぐじゃないことを確認しましたが、まあ、まあ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 、とりあえず大体こんな感じで、はい、はい、そしたら次に次はどうですか。カンペ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 、あ、そう、次は、はい、また次つかまないといけないので、そうですね。おどおどおど。おどおど。
今のところ目立ったミスがありません。そうですね。ミスを期待してました、もしかして。ガツンといくのかなと。ちょっと成長した久保も見せないとね。これでようやく傘の部分ができました、はい、引き続き下のなんていうんだろう、棒違うな、なんていうんだろう、絵の部分を作っていきたいと思います。はい、さて、はい、はまるか、ここがいきます。はい、すっかすか。嘘でしょ。え、なんで、あれ、すかすか、メモリの読み間違いか。15、5ミリ読み間違えてるかもしれない。それでは今からする作業は何ですか。
修正です。いきます。はい。お、あ、いい感じ。いい感じ。刺さりました。刺さりました。イエーイ。イエーイ。しっかりはまりました。できました。というわけで動画見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ衝撃的だったのは、うん、細が少ない。それはもう C です。C ですか。C ですよ。和田さんが見たら怒りますね。C C C。今回初めて、まあはい、あの見て分かる通り上の部分とこの下の部分、うんうん、2個に分けて作ったんです ね、はいはいはい、ですね。上の部分が、まあ、フェイスワーク、うん、下の部分がセンターワークと、うん、いうことで、まあ、2種類の削り方をして、それを1つに組み立ててみたっていう、ね、ガチャンコしたガチャンコ、そういう作り方もありますっていうような紹介であったり、うんまあ、僕自身これ初めてだったんで、うんやってて楽しかったです、うんはい、それとあとね、はい、お気づきになった皆さんももしかしたらいるかもしれないですけどね、この削ってる時に流れてる、はいね、BGM BGM か BGM こちらはまた僕がちょっと反応程度に作りました、はい、どうでしたか。またちょっと癖になるような中毒性があると中毒性が、まあ、ある意味僕は嬉しいなと思いますけれども、はい、はい、ぜひ口ずさんで見てください。シュルシュルルンルンシュルルンルンシュルシュルルンルンルン。ぜひお願いします。はい。という感じで、はい。はい。今回は2人でお届けしました。ダーニングマッシュルーム削ってみましたでした。ぜひまた参考にしてみてください。お疲れ。お疲れ。シュルシュルルンルンシュルルンルンシュルシュルルンルン。